皆さんこんこにちはガーデコジャパンの富永です今回は最近購入した宿根草をご紹介しようと思っています実はこの中には過去に失敗をして枯らしてしまったものがありますそれ以来ずっと苦手意識を持っていたのですが失敗したままにしておくのはもったいないので今年再チャレンジしてみようと思いますその再チャレンジする宿根草は3種類です それ以外には、花壇に植え付けるための出根草を4種類、合計7種類の出根草をご紹介します。園芸・ガーデニングに興味のある方や、出根草選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 まず最初にご紹介するのは、オレガノケントビューティーです。これが今回再チャレンジする出婚草の一つです。この出婚草を育てたのは、かれこれ10年ほど前です。園芸を始めたばかりで、よく分かっていない状態で育てていました。ケントビューティーは、このように額がピンク色に色づくのが特徴ですが、それを見た記憶がないので、すぐに枯らしてしまったんだと思います。 それ以来、ずっと苦手意識があって、また育ててみたいなとは思いつつも敬遠していました。10年経って、さすがにいろいろな植物を育てるのに慣れてきたので、今年思い切って再チャレンジすることにしました。生育状況に柔軟に対応できるように、鉢植えで管理していきます。今度こそは上手に育てたいですね。 続いてご紹介する出根草はアルケミラモリスです。この植物も過去に失敗した経験があって、今年再チャレンジします。これもまた10年ほど前になるのですが、バラがメインの花壇を作りたくて、それに合う出根草として紹介されていたのが、このアルケミラモリスでした。実際に花壇に植え付けてみたのですが、夏の暑さに耐えきれずに枯れてしまいました。 今年再チャレンジするにあたって、鉢植えではなく再度花壇に植え付けようと思っています。ただし植え付け場所を変えます。前回は西日の当たる場所に植え付けてしまったので、今回は西日の当たらない比較的涼しい場所に植え付けようと思っています。植え付け場所を変えることでうまく育つのかどうか、生育を見守っていきたいと思います。 続いてご紹介するのはスカビオサジェラートブルーベリーです。美味しそうな名前ですよね。この植物は再チャレンジするものではなくて、今年初めて育てます。先日購入した同じスカビオサのエースオブスペードの色違いですね。エースオブスペードが黒みを帯びた赤なのに対して、このジェラートブルーベリーは紫がかった赤といった感じです。 株もこんもりと茂るというよりはスラッとしているので、栽培スペースが狭くても大丈夫そうです。ソフトピンクの花を咲かせるナエマというバラを今年はフェンス仕立てにしたので、手前に少しスペースができました。そこに植え付けてみようと思っています。 続いてご紹介するのはエリゲロンですこの出根草も再チャレンジではなく初めて育てますラベルにもあるように小さくて可愛らしい花をたくさん咲かせてくれますまた花の咲く時期が非常に長いというのもこの植物を選んだ理由ですすでにつぼみが見え始めています花の咲く時期は4月から11月です これだけ長い間咲いてくれる花はなかなかありませんよね花壇に植え付けてあるノバーリスというバラがあるのですがその株元に植え付ける予定ですノバーリスは直立性の樹形で株元もそれなりに日が当たるのでエリゲロンにとっても悪くない環境だと思っています 続いてご紹介するのは、ゲラニウムビルウォーリスです。この出根草は一番直近で栽培に失敗したものです。こんな感じの青紫色の小さな花を株いっぱいに咲かせてくれるということで、期待して去年育て始めたのですが、夏越しできずに枯れてしまいました。バラとバラの株間に植え込んだのですが、うまくいきませんでしたね。 そこまで性質が弱い植物とは思えないので正直なところ枯れた理由がわかりません今年再チャレンジするにあたって庭上ではなくて鉢植えで管理をしようと思っています鉢植えには置き場所を変えられるというメリットがあるのでまずはビルウォーリスの性質を見極めたいと思っています 続いてご紹介するのは、プラティアライムカーペットです。この出根草は、今年初めて育てます。ご覧のように、ライムイエローの小さな葉っぱを密に茂らせるグランドカバーです。まさにライムカーペットですね。夏の暑さに強いということなので、そこは嬉しいポイントです。グランドカバーとして、どれくらい広がるのか、まだ未知数なので、 とりあえず、花壇の手前に植え付けてみて、様子を見てみようと思っています。最後にご紹介するのは、ペンステモンゴールドフィンガーです。この植物も初めて育てます。とは言っても、ペンステモンはすでに3品種育てています。ハスカーレット、ダークタワーズ、 スモーリーの3つです。このゴールドフィンガーは性質が丈夫なことで知られるハスカーレットと同系統のペンステモンなので丈夫で育てやすいはずです。ハスカーレットはどちらかというと動画でシックな雰囲気ですがゴールドフィンガーの明るい灰色も魅力的ですよね。せっかくなので現在のハスカーレットの状態をご覧いただこうと思います。 これがペンステモンハスカーレットの現在の様子です。去年植え付けたものなのですが、1年で随分と大株になりました。今回購入したゴールドフィンガーもこんな感じで育ってくれるといいなと思っています。それでは今回の動画のまとめです。 最近購入した出根草を7つご紹介しました。たくさんの植物を育てていると、中には枯れてしまうものも出てきますが、失敗したままにしておくのはもったいないですよね。前回失敗した時の反省を踏まえて、今度こそは上手に育ててあげたいなと思っています。これらの出根草の様子は、花が咲いた時などを中心に動画で公開する予定ですので、 興味のある方は是非ご覧ください。